夜の窓って怖いよね。誰かが見ているような気しない？こんな話知ってる？夜にね、窓とかドアを幽霊がノックする。それで知ってる人の声で名前を呼ぶんだって。でもね、絶対に開けちゃダメなんだよ。うっかりして開けるとね、死んじゃうんだってでも助かる方法がある。その幽霊ってね、おばあさんの霊らしいんだけど、こう唱えれば助かるんだって。パパ、それ。あのね、陽子、そういう話電話でしても全然怖くないよ。わからない？大体笑うわよ、ババタレだなんて。そんな言葉で消えちゃうなんて、間抜けじゃない、そのお化けって。え、じゃあ私のとこにも来るっての？まったくもう、じゃあなんでそんな話すんのよ。分かったわよ、そんな嘘だとか言ってないでしょ。私いつも言ってんじゃない、そういうの信じないって。あ、ごめん、電話入った。うん、じゃあまたね。もしもし？ちょっと何？バカじゃないの？ゆかちゃん。やめてこないでよ、ちょっと。
しもし、陽子？今怖かったんだから。ちょっと聞いてよ。信じようと信じまいと。